じゃあどうすかね、言いたくないけど、言いたくない、あの日本弁護士強制徴用賠償、はい、うん、ね、あまり触れられたくない話題かもしれませんが、言いたくないけども一応触れました、はい、やはりね、時期が時期ですから触れないわけには参りませんでしょう。日本弁護士、強制徴用賠償 ICJ でも日本が負けるというね、韓国での判決を受けての深入り、こちら続けてまいります。それね、違うんだよ、うん、中国人は外人でしょ、その当時も、その韓国からこの働きに来た人たち日本人なんだよ、その当時はね、日本の投資家の日本人、全然違う話なんで、これ大事なことですね。それは募集に対して答えて働きに来た、はい、確かに過酷な状態だったんだって、日本中がそうだったんだから、はい、それでな、あの数ヶ月しか働いてなくて給料ももらってる、何を言ってるの、しかも給料が高いから応募してこられた方々なんですね、現実にはね。でまあこれね、あのまず日本の弁護士、つまり日本の一部の弁護士、うん、まあ90数名ですけど、はい、これさっきも言いましたが、やっぱり4万人の弁護士の中でいうと 0.23% ぐらいの人なんですね、うん、はい、でそれでよかったなと、うん、はい、これあくまでも 0.23% の人たちであって、まあ、少なくとも 99.何%の人たちは、の弁護士は、はい、そういう意見に現実には賛同してませんよっていうことをまず言いたいと。あ、であのケントさんが書かれた日弁連の正体、はい、この本が出たせいなのかどうか分かりませんけども、少なくともまだ今の時点では、その日弁連としての声明が出たのではなくて、はい、あの弁護士の一部の人たちの意見が出ただけなんだということが、まあ、まず重要だと僕は思っています、はい、で、あの、まあ、これ強制徴用というのは、はい、結局のところあの韓国の大法院の判決を見ると、あのまず一番最初に、まあ、よく見たわけじゃないけど報道を聞くとね、一番最初に来るのが、あの、まあ、いわゆる日韓併合が国際法上違法だというところを出発点にしてるんですよ、そのものがね。でなぜ出発点にするかというと、まさに日本人であったことを違法だとしないと、これ賠償ということは絶対に出てこないですよね、根拠がね、根拠が全くないですよね。だからそこを無理やり違法にしなきゃいけないですね、はいはい、でここで重要なことはあの2001年でだったと思うんですけど、確かアメリカで、まあ、韓国の人たちがね、その日韓併合が違法だということを主張する人たちが一生懸命お膳立てして、一生懸命その国際的にあれは違法だったんだというコンセンサスを得ようとしたんですよ、で確かハーバードだったと思いますけど、ハーバードで一生懸命あの、まあ、イギリスの学者とかフランスの学者とかいろんな人たちと議論したんですね、その結果、違法だっていう人は全然いなかったんですよ、なぜいないかといえば、それは国際法を知っていれば、当時のまあ正式な条約でもって、その締結したことが違法なんてことはありえないですから、だから旬となって韓国人たちは日本韓国に帰っていったと。なので、今回のその、まあ、判決っていうのは、韓国国内ではそれはまあ、もろ手を挙げて受け入れられるでしょうが、まあ、感情論で受け入れられるでしょうが、国際法上はありえないんですよ、この出発点が。安倍さんの言う通りですよね、はい、ありえない。なのでまあ、ICJ でも日本が負けるっていうのは、これはそういうふうに考えるのは結構だけども、我々から見ればありえないなと。で韓国はこの提訴については何とか提訴しないでほしいと懇願してくるはずです、日本政府に対して、はい、でもそれは毅然と、まあ、ICJ に提訴したとしても韓国がそれに同意しないと、あのできませんので、そうです、同意しないとできないんですが、その同意しないということは格好悪いんですよね。同意しないというのはあまりにも格好悪いことをしたくないから、とにかくやめてほしいと、懇願してくる、これしかないんですよ、韓国の、あの考え方としてはね。だからムンジェイン大統領はかなり、ね、困ってると思うんですよ、これに関して、ね、相当困ってますよ、これコメントしてないですもんね、あのコメント来ないですよね、はい、コメント一切してないです、ですから結局ですけれども、今度ね、強制執行に入るって言ってますけど、はい、強制執行できるんですかね、差し押さえとかね、新日鉄住金のね、新日鉄の韓国の資産に対して、韓国にある資産はやっぱり韓国の司法が判断することなので、それは可能になってくるんじゃないですか。可能ではありますけど、あれをね、ムンジェインはそれさせないと思うんですよ。あ、そういう意味ね、法的には可能だけどって言いますかね、そこ相当悩んでるじゃないですか。それをさせないで、一番いいのはね、韓国が、はい、
あの、日韓上位の、あ、日韓合意の、なんだっけ、あの1965年の条約の、あのに書いてある通りに韓国政府が払えばいいんですよ、それ払わないで、当時の大統領がその賠償金を使い込んでしまったんでしょ、だからないんですよ。いや、それ法的な数字ではおっしゃる通りなんですよ。韓国の司法で賠償してってなれば、基本合意でもまさにそれは韓国政府がやるというふうに言ってるわけですから、それを履行するのが筋なんですが、これ 4、5人だったらできるけれども、何千人何万人と出てくると、韓国という国が消滅してしまいますよね、それとも破産してしまうと、だから悩むと、さてどうしたらいいんだと、消滅させようと、だから日本に何とかしてくれと言ってくると、冗談じゃないと、首相も外相も言うと、どうすんだと、でじゃあその判決が無効だというふうに例えば言えば、自分の支持率はガタ落ちになると、さてどうすんだと、もう八方塞がりですよね、ムン・ジェイン氏。あの、この場合、この場合はですね、あの、河野外務大臣の対応が素晴らしいですね。そうですね。河野さんはなんか安倍さんよりはるかに怒ってる感じがしますよね。そうです。河野さんはね、最高ですよ、彼は。素晴らしいですね。で、彼はね、判決文を英語に直して、それで、それがなぜダメだということも英語に書いて、各国に拡散するとおっしゃってますからね。それぜひぜひ、日本の考え方については、幅広く報道してほしいなと、僕は考えます。まあでも北村さんはあくまで一部とおっしゃいましたが、素人目にはやっぱり100人近くって結構な人数、ね、100人ってわずかですよ。そうですか、100人そうですか、100人は各都道府県ごとに 2人でしょ、2人ぐらいね、落ちこぼれ あのダメな弁護士がいるんだよ、どこの県にだってね。あのですね、ダメだよあれ、落ちこぼれ、 あのですね、これサイレントマジョリティっていう言葉あるでしょ、弁護士4万人いて、そのまあ3万5000人以上はサイレントマジョリティなんですよ。そうですか、言わないんですよ、言わないっていうことは反対してないから言わないんですよ、はい、反対だったら言うんですよ、はい、なぜなら弁護士になった人ってみんな言いたがりですから、そうですよね、見てるわかるでしょ、言いたがりでしょ、小泉さんも言いたがりでしょ、僕もそうですね、弁護士になったらものすごい言いたがりなんですよ、会社のやつも、はい、ね、で3万数千人の弁護士が何も言わないっていうのは、これあの反対してないから、つまり首相の言うこととかにそんな反対してればね、言いますって、はい、お察しします、はい、だからごくわずかです、100人、100人弱ってのは、ようやくお察しします。この人たちはね、そんな声明を書いてる時間があればもっと面白い仕事を探すと、面白い仕事、はい、だって被害であの法律的な相談を必要としている人は身近にいるでしょ、その人たち助けてあげてくださいよ、こんなのはどうでもいい、はい、もっと切実なね、はい、ありがとうございました。